はい、ご紹介に預かりました統合シナリオ研究会と申します。僕は統合シナリオ研究会、略してシナケンってみんな呼んでるんですけど、シナケンの副幹事長をやってます大友と言います。よろしくお願いします。はい、統合シナリオ研究会幹事長の村上です。お願いします。新刊係2年の中澤です。お願いします。はい、それでじゃあシナケンについての説明を軽くしたいんですけど、早稲田になんか7個か8個ぐらい映画サークルがあるんですよ。でその中でもシナケンは比較的長い歴史があり、まあ、多くの著名人も一応輩出している、まあ、大学公認のインカレサークル、インカレ映画サークルとなっております。まあ、主な活動内容はそんな他のサークルと変わらないんですけど、その、まあ、部室に機材がカメラとか音声とかたくさんあるんで、それを使ってみんなで映画撮影をしたりとか、あとはまあその、まあ、それぞれ部員の人がこの映画をみんなで見たいって思った時にその部屋とか借りたりして上映会みたいなのも行ってます。あとはその自分の撮った映画をそのみんなで見たりとか、まあ、そうですね、そういうイベントを主に行ってます。まあ、そのコロナ禍でいろいろあったんでなかったんですけど、まあぼちぼち対面も増えてきたんで、まあ今年は合宿とかそういうイベントごともいろいろできたらいいなとは思っております。そうですね、まあさっき映画サークル7個か8個ぐらいあるって言ったんですけど、その中でなぜみんながシナケンを選ぶのかということなんですけれども、まあまず機材が結構豊富な方だと思います。でそう、部費を使って最近機材も買い替えたんで、結構比較的新しめの機材が揃ってるんで、それを使ってまあ潤沢な機材で、まあ、先輩方も結構その映画の知識とかその撮影の知識とか詳しい人たくさんいるんで、その人たちと、まあ、自分の撮りたい映画を撮ることができるというのが、まあ、メリットだと思います。あとはまあ多分一番でかいのがその映画研究会ってあるんですけど、まあそのサークルに、まあ、数では勝てないと思うんですけど、まあ、ちょっとアットホーム感をその分こっちは味にしております。なのでまあその部室とかね、イートの6階かなにあるんですけど、そちらの方に来てもらえればいつでも部員の人がなんかいると思うんで、まあ、気軽に、ノックしてもらえればと思います。でそうですね、まあ、インカレなのでいろんな大学の嫉妬と知り合えるっていうのがすごいメリットだと思います。そうですね、撮影の現場とかでも結構そのインカレ生の方がやる気ある場合が多くて、あまり早稲田生の人がいないみたいな、そのほぼいろんな大学から来てる人みたいな状況になったりもするんで、そういう友達作りとかにもすごいいいんじゃないかなと思います。そうですね、それと上映会も結構やってて、あとは部費ですね、部費がまあまあまあ安めの方になってるんじゃないかなというふうに思っております。そうですね、まあ今年からちょっとね部費の徴収みたいなのを始めたんですけど、まあ年に2000円となってるんで、まあそれもまあ春入ってすぐ払うとかじゃなくて、とりあえずまあ入ってもらってその雰囲気良さげなって思ってもらったら、まあ秋ぐらいかなに2000円まあちょっともらえればいいかなぐらいの感じでやっているので、まあお気軽にね入ってもらえればなと思います。はい、でまあそうですね、新会イベントの方はまだ、まあ、未定なんですけれども、あのシナケンの公式ツイッターがありまして、そのツイッターの方でシナケンってやったらすぐ出てくると思うんですけど、あのそちらの方を見てもらったら随時新会イベント その告知とか更新とか行っておりますので、まあ、そうですね、新会イベント以外にもまあちょっとどんな感じなのか雰囲気みたいなって時には、まあ、お気軽に DM してもらえれば、そのじゃあ何月何日会いましょうみたいな感じでちょっと部室でスタンバるので、あのお気軽に来てもらえたらなと思います。はい、そうですね、まあそんなところです。とりあえずまあツイッターの方見てもらえたら、そのいろいろ情報とかは更新していくと思うので、とりあえずツイッターのフォローの方よろしくお願いします。シナリオ研究会でした。ありがとうございました。